自分に自信を持って試合に臨めるようにしたい。国内女子プロゴルフ日本女子プロゴルフ協会ツアーチャンピオンシップリコーカップ。11月24-27日の宮崎カントリークラブ6487ヤード。パー72渋野日向子が長いない一年を締めくくり、来季に向けて気持ちを切り替えた。 日本女子プロゴルフ協会ツアーチャンピオンシップリコーカップ最終日、渋野は4番5番の連続バーディーで波に乗り、8番9番とバーディーを重ねて大勢のギャラリーを喜ばせる。2日目、3日目と思うようなゴルフができなかった時、下を向いてしまうことが多かったので、その中で最後までついてきてくれて感謝ですと口にしていたが、 それを払い食するようなプレーを続けた。バックナインに入ってからも11番と13番。2つのパー5でしっかりとバーディー。16番パー3もバーディーとして通算8アンダーまでスコアを伸ばした。だが、最終18番で痛恨の3パットボギー。通算7アンダーにスコアを落として10位タイで大会を終えた。いい気分が、あれで全部飛んでった。 全て最後に来てイライラすると、最後のボギーを悔やむ。前日までと比較すれば、決しては悪い結果ではない。だが、スコアが良くても納得できるゴルフができたわけではなかった。自信を持っていいスコアを出せたという発言はできない。運が良かったとかそういう感じと、もやもやを抱え続けていたからだ。それが払い食できないまま、シーズンを締めくくる悔しさが、 言葉の端々に滲にみ出る。一年間を振り返り、スタートダッシュが良かった分。後半の失速が、調子と気持ちが一緒に落ちていってしまった。もったいない、悔しい一年でしたと、正直な気持ちを口にする。それでも、最後は、笑顔を見せて、前向きな言葉で自分を鼓舞する。ほぼ自信を失っている状態なので、来年は、自分を信じられるように、 自分に自信を持って試合に臨めるようにしたいと思います。オフシーズンや来季のスケジュールなどは、これから相談して決めるとのことだが、心の底からの渋子スマイルが見られる日が待たれる。渋野以外のベーツアー組、佐藤由かも渋野と同じ通算7アンダー10位体。結果は結果、楽しくゴルフができて勉強になった1年でしたと、淡々と語った、 勉強になったことについて尋ねても、多すぎて何から言えばいいかわかりませんと。煙にまく。それでも、優勝こそなかったが、佐藤にとっては、実り多い年だったことようだ。古江彩香は、通算3アンダーの2に、タイで大会を終了。こちらも、すごくいい一年。たくさんの経験ができて、レベルアップ少しはできたと話す。 今季同様マイツアー中心のシーズンになる来季に向けて、グリーン周りのショット、いろいろなクラブでのいろいろなショットが求められているのを感じたので、技を増やして寄せられればな、と思いますと課題を挙げていた。米ツアーで1年間戦い、日本に戻って出場した最終戦、三者三様に締めくくり、それぞれの思いを抱えて、短いオフシーズンに入った。 もったいない一年ではなかったですよ。本人は悔しい一年というが、ファンから見れば、キューティで勝ち上がりに本女子プロゴルフ協会シードを獲得しメジャー大会では優勝争い。本当にすごい一年、渋野ひなこプロに感謝です。焦らず、自分の目標に向けて、 頑張ってください。短いオフシーズンですが、しっかり休養され1月初戦から活躍できることを願っています。大前提として、時差と移動の半端ない海外遠征ツアーに見送戦選手と国内組の結果だけを比較するのは違うと思います。国内でわずかな移動の他は、調整に余念なく過ごせる環境であれば成績も異なっていたかも。同じだったかもですが、スイッチを切り替えて、 来年どのように化けるかを期待しています。前向きに変革を続けていくこと、決して引きずらないでください。渋野選手、本人が言うように納得のいかない今シーズンだったかな。でも、これも、経験として、来季に向けていい修正をし、チームも含め、新たな渋子を見てみたいし期待してます。スイングフォームはどうするのかな。古江選手、スワールーキーとして、 今年一年たくさんの経験ができたし、ショットの引き出しも増えました。初優勝があり、予選落ち31分の3、3回と多くのラウンドも経験しましたが、予選落ち3回は全てメジャーだったので、来季のリベンジを期待してます。佐藤選手、実力的に冴えないシーズンでした。もともとポテンシャルもあり、スケールの大きな選手なので、 来シーズンは一皮むけた。波の少ないしっかりとした成績を期待してます。旗を下選手を含めた4人と、急期挑戦の勝ち、西村選手も含め、頑張れ日本人選手。本当にもったいなかったし、悔しい1年でしたね。原因は、すべて、あのヘッポコスイングへの改造ではないでしょうか。そこを機にセカンド、 サードショットの精度が下がりピンに絡むショットが減少し、長いファーストパッドが増えたように感じてます。来年は改善されたスイングが見られることを期待してます。BS、決してアンチではありません。アオポチ覚悟で書いてます。反論あるならどうぞ。ヒアーさんの日本人は、スイング綺麗な人、安定して予選落ちの少ない人、そして良いキャディを選べ、 優等生ゴルファーが好きだからね。そんなの無視で頑張って欲しいというコメントに大いに同感します。渋野は予測不能。規格外、突然。不思議ちゃん。人間的気度合い楽満載で、優等生は他のプロにお任せします。まあ好みは人それぞれなので、思い描くり想像を訪れていく渋野が嫌になればファン離れしていくのは仕方ないことです。 いい気分が、あれで全部飛んでった。すべて最後に来てイライラする。気持ちはわかる。けど、このメンタリティが問題のような気がする。イライラして良いプレーができるなら、どんどんイライラすれば良いのだけど。難しいですね。ゴルフを第一に考える。あれもこれもは、良くない。信頼できるコーチをつけて、完璧なスイング、理にかなったゴルフをすべき。今は、 中途半端。身体を鍛えることも、おろそかにしているような体型ゴルフ漬けの日々を送れば、復活間違いなし。適当にやれば、一生後悔する。あれだけ期待を裏切っても、これだけの人気がある。運も持っている。これ以上もったいないゴルフ人生を送って欲しくない。頑張れ渋子今のスイングは、男子プロでも難しいんでしょう。体力も筋力も必要らしい。 何年もできるスイングではないにしてもあえてそれに挑む彼女の狙いはどこにあるのだろうか。来シーズンどうなのかね。ゴルフも2ヶ月くらい休みに入りますが休みの間練習すると思いますが。100、120ヤードを完璧にすればパー5はバーディです。あとはパターは繰り返し練習してください。来年はいい結果が出ること期待します。素人が買って言いましたがすみません。 では、来年が良き年になりますように。支部の選手はゴルフクラブを変えていますね。なぜ変えるのかはわかりません。自分に合うクラブを早く見つけて1年ぐらい使ってほしい。キャディも信頼する人にしてほしい。